はい、でも今日ぱいちゃんです。さあ荒野行動やっていきましょうということで、今回ですけども PC 版荒野行動に先行アップデートが入ったということで、またいつも通りね、大きなアップデート内容を紹介していこうかなと思います。ちなみにスマホ版には3月の17日木曜日に実装する内容となっております。はい、ということでまず一つ目ですね、コメント欄がねちょっと変わってました。なんかまずこの画面からねちょっと、変わってるんですけど、なんとですね、青ロケがなくなりました。ついにちょっと人の画面に行って、コメントするで、贈り物がねなんかこんな感じに変わってますね、あのチャット打つ時のね。で、まあなんかよりリアルになったというか、青ロケが消えて花束が追加されてるっていうね。でちなみにあの値段なんですけど、この乾パン、まあ、ミニクッキー、これがね銀貨100円、でスポーツドリンクが銀貨1000で、花束が、ダイヤ100で、しかもねこれまとめて送ることができるんだよね、一気に。だ今まではね、この600ダイヤ送ろうとしたら青ロケを6回送んなきゃいけなかったのが一気に送れるっていうね。で一つのコメントで、すごい大量の守護レベルを獲得することができると。で守護レベルの表示もなんか変わったよねこれね、1回で、レベル12まで上がりましたね。まあ、こんな感じで、社交のね、コメント欄が変わっております。はい、そして2つ目なんですけど、これがねなかなか衝撃で、観戦の贈り物がね完全にリニューアルしてる。こんな感じ、なんかね王冠とかさ、なんかこのバッジみたいなやつで、あとクラッカー、あとあの光るね、あのコンサート会場とかの棒と、あとあの拍手、こんな感じで変わっております。で今からねちょっとフレンドがちょうど一戦行ってるんで、ちょっと観戦してね、まあ、どのくらい何がどのくらい必要なのか、どれどれ、おお、こういう感じか、ガラッと変わったね。ご期待ください。これまたどんどん増えていくのかな。あれだね、ヘリコプターの代わりに王冠で、プレートはプレートでしょ。でクラッカーはあれか、白いねなんか段ボールみたいなやつ、それの代わりか。で熱い応援があれだね、応急処置キットみたいなやつで、拍手が RPG の代わりか。なんかね現代風になったというか。なんかね可愛い、なんか、結構リアルな 3D なあれに変わったね。このご期待ください、ちょっと楽しみだな。ちょっと試しになんか送ってみよっか、なんか変わってるかな表示。10個ぐらい投げればあれだっけ、コメントみたいな流れるっけ。はい、あ変わんないか。まあでもなんか斬新だよねこれね。これ斬新だな。あコメント流れない、あ流れるか。ひょうぺいくんが送った熱い応援10個に対して、まおさんは感謝の気持ちを表しています。こんな感じ。まあ特に変わってはないけどね。なんかみんな、あこれさ、これスーパークラッカーとか送ってみる、これ金券のやつ、これパーンってなんのかな。おお、荒ぶってんね。多分ありがとうって意味だと思うんだけど、特になんかあれだねパーンみたいなさ、ああいうのはないんだね。なんかなるほど。まあこんな感じですね。まあちょっとなんか新鮮な気分にはなれたわ。こうご期待のところにさ、なんかとんでもないの追加してほしいよね。一個くらいさ、こんな竹の誰も送んねえだろみたいな、えげつないやつなんか一個くらい追加してほしいわ。はい、そして三つ目ですね。これね、めっちゃシンプルなんだけど、シンプルに嬉しかったやつ。この左上ね、名前のところ。ここで、状態を変更できるっていう。これシンプルだけどめっちゃ便利じゃない？オンラインとか招待待ち、忙しい、状態を隠す、まあ、今ではまあオンライン忙しい、まあ、取り込み中状態を隠すだけだったんだけど、招待待ちっていうのが追加されたんで、まあ、誰かに誘ってほしい時は、まあ、これでね、まあ、ここでもうサクッと変えられるっていう、これ便利だな。はい、そして4つ目なんですけど、ハンググライダーの操作性がねアップしたということで、孤島のね、ちょっとそれをね試していこうかなと思う。てかハンググライダーどこで開くの、スペース、ね、あ、めっちゃいいかも。すごいいい。めっちゃ操作しやすくなってる。
や、これめちゃくちゃ操作しづらかったね、これ。おお、うまい。うまくないかな。めっちゃいい。着地してからさ、すぐ撃てるんだよ。はい、全然当たんないね、これね。全然当たらない。はい、いや、キャスパニーさん。めっちゃ良くなってる、ハングライダー。これは嬉しいな。あ、本当に操作性悪かったからさ。で、あとなんか壁にぶつかったらなんか自動で落ちるみたいなのも書いてあったの。ちょっとそれも試してみようか。ちょっとこの辺から。で、すぐぶつかってみよう。おお、あ、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、これもう、これめちゃくちゃいいぞ、これ。今までは壁にぶつかると、1秒から3秒ぐらいさ、ずっと壁にこうぶつかり続けて動かないんだよね。もうなんか、こんなん絶対殺されるやんみたいな状態だったんですけど、いや、良くなったな。ちょっと物資取りに行こっか。なんかね、物資の中にコインがね、追加されたらしい。物資の中身に、今までなかったんですけど、物資の中身にコインが追加されたらしいんで、何個ぐらい追加されてるのか、ついでにね、それも見てこう。何コインぐらい入ってんだろう。1000コインぐらい入ってんのかな。どうだろう。うわー、めっちゃいいハングライダー、マジ素晴らしい。あ、500、まあ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 妥当だね。妥当、特にかもなく、かもなく、不可もなくぐらいな。めっちゃ当たってる。てかまあそれよりさ、個人的にはAUG と AWM の値段をもうちょい上げてほしいんだけど。あれ安すぎるんよな。ねえ、だからさ、安すぎるがゆえにみんな買うじゃん、やっぱり。強い武器みんな使いたいから。いや、そうじゃないと思うんだよね。やっぱね、物資を取りに行くっていうリスクを冒して、まあね、最強武器を取りに行くっていうね。それが醍醐味じゃないですか。安すぎると思うんですよ、俺は。だからもうなんか、ね、だんだんやってると、あれ、これ AUG のレジャーなんかなみたいな。そんな錯覚を起こしてくるわ。はい、ということでね、最後の検証ですね。なんかこの短期間銃を持って、覗いてる時の移動速度がね、アップしたということで、まあ、覗いてる時、撃ってる時の、ね、移動速度が上がったということで、ちょっとそれをね、検証していこうかなと。まあ、普通にこのアップデート後のね、この画面とアップデート前をこう重ねてね、半々ぐらいに編集して、ちょっと見ていこうかなと。これどうだろう、速くなってんのかな。まあ、速くなったと思えば速くなったような気はする。いや、速くなってるか、速くなってるような気がするな。はい、ということでね、以上で PC 版先行アップデートの大きいね、内容の紹介でした。今回の内容はスマホ版の方には3月の17日木曜日に実装予定となっております。ちなみにスマホ版17日は、東京ギョルコラボもね、開催となってますので、皆さんお楽しみに。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。いや、昨日ね、決死の覚悟で親知らずを抜きに歯医者に行ったんですけど、お医者さんに見せたらね、とりあえずは抜かずに一旦痛み止めを塗って、まあ、薬飲んでちょっと 4,5 日様子を見ましょうということで、一旦寿命が伸びてね、すごいホッとしてます。はい。チャンネル登録お願いします。